さあ今日は、えー、スーパーフライさんの「ビューティフル」の B メロ編をお送りしていきたいと思います歌ってみましょう「いつかこの雫は宝石になるのでしょう」「美しい心に生まれ変わるそうし 部分です、えー。今日も早速歌詞を見ながらお送りしたいと思います。はい、こんな感じになっております。えー、B メロ編ですね。えー、ここ、いつかこの静かのところなんですけれども、スーパーフライさんの、まあ、 特徴というかね、素晴らしいところってもう息遣いがすごいんですよねで。流れはね、もう本当にぐわーっと引き寄せたり、ふわっと浮かせたり、ぐわーっと持ってたりっていうのがすごく上手で、えー、特に B メロなんかはこう流れるような力強いところをすごく感じると思うんですけれども、流れるようなところもね、ぜひ意識して歌ってみてほしいんですね。いつかこの静かはのここ。えー ブレスがここで入っているんですけども、それまでは、いつかこのシーズー、シーズーに向かってバーッと息のながら、こう圧力かけていって、クワのクでアクセントちょっと、えー、色を変えるというかね、えー、そこにピリッとね、えー、スパイス入れるっていう感じで、いつかこのシーズー もちろんノンベル、ノンブレスの中で、くをアクセントつけます。次、えー、宝石になるのでしょう。ここ、宝石で一回解き放って、キで、キで、宝石せで、えー、っていう風に持っていきます。宝石せで、パツッと切れるんではなくて、ふわっと息の流れを浮かしてからまたどしっと持っていく。宝石に宝石 気になるのでしょう。で、なるのでしょう。ちょっと円管っぽくなってしまいましたけれど。のでふわっと浮かしてからでしょう。で、持っていきます。ちょっと逃げ行ってみましょう。<laughs> いつかこの雫は宝石になるのでしょう。美しい心に。 ここは結構優しく歌ってるんですけど、美しい心にフワンフワンって持ってくるような感じで、まず息はしっかり流しながら、美しい心コココココはしっかり言うんですけども、一瞬浮かして次のコでまた締める。コ,コロに。コ ってやるから、音にしっかりと抑揚が出て、流れが綺麗に出できてくるんですよね。もちろん、切れてはいけないです。流しながら、増やしたり、減らしたり、息の流れを綺麗に、パッパッパッってじゃなくて、うん、うんわんってやりながら、点は必ず入れてくる。だから、美しい。美しい、ここらにで。しっかりブレスを吸って、生まれ変わる、 女装の部分ですね。生まれ変わるで、かでしっかりアクセントをつけて、またしっかりブレスを吸ってから、そう信じてここ地声でいけるとね、すごくいいんですけれども、地声でいけない、ね、人もすごく多いと思うんですね。その代わり、しっかりクレッシェンドします。もうお腹ぐーっと硬くしたまま、息の量ガーッと増やす。そう信じて 弱くなっていくんじゃなくて,て最後まで頑張って息切りましょうそうするとガーッとサビに向かっていくぞっていうのがね出てきます、うん、助走の韻をできてザーッと膨らましていくでサビに突入するっていう感じですそれでは、えーえー、じゃあ最初から B メロ頭からこんな感じで歌ってみましょう1 2ツ いつかこの静子は宝石になるのでしょう。美しい心に生まれ変わる、そう信じて。という感じです。皆さん歌えたでしょうかえー、それでは、いよいよ次回はサビの部分、歌ってみたいと思います。えー、お楽しみに、あきこでした。